グレー、これを終わらせておきたいんだ。報告はそれから聞こう。早く終わらせろ。クソやわらけ椅子で俺のケツが腐る前に。暇ならシンたちを呼んできてくれ。たまには一緒に夕食でもどうだ。雑用を押し付ける気か。こっちを代わってくれてもいいぞ。そっちの椅子はケツが四角くなるだろうが。だが大きな意義がある。なぜ聞かねえ。何をだ。俺の過去だ。聞いていいのか。保証する。面白い話じゃねえ。二言目には勝負だのなんだの、あれほどやかましかったお前が、いやお前だけが未だに何も聞かねえ。あの頃はお前を剣で任すことしか考えていなかったからな。他のことはどうでもよかったろさ。それに月も落としたくなかった。お前がそんな玉か。言ってなかったが、こう見えて私は信心深いんだ。それ私もお前の過去に興味がないわけではない。しかし相手を理解したい気持ちと全てを知ることは違う。私にとってはフレデリックという男の過去よりもソルバッドガイの未来の方が大事だ。未来？そんなものがあると思うのか、この俺に。ではこういうのはどうだ。四角い椅子の役目だが。なんだそれは。ウイスキーだ。高級品らしい。私は飲まないが、格好をつけるために置いてある。悪くねえアイデアだ。中身が減りゃもっと格好がつく。そうだ、お前だってこんな些細なことで楽しめる。私の役目はこの酒をもう一度飲みたいと、そう人々に思わせることだ。希望とは何も大それた話ではない。最も近くにいる一人の友すら守れないのなら、私は王としてふさわしくないよ。だったら酒を飲めるようになれ。